ここに新たな美の創造の場所を作る。西洋化の狂乱の中で千数百年を超える日本の美がどれだけ姿を消したことか。校長を辞めろと。もう終わりだよ。遠くへ行ってしまいたい。美術界を追われてもなお俺たちは新たな日本画を目指した。見えたぞ。信じなさい。私をじゃない、日本を。私と横山さんの指導もお願いします。俺は霧の向こうを見せてほしいんだよ。やめて、やめてください。岡倉先生は私たちをこんな目に遭わせて。先生は100年、200年に一度の書だ。俺は決して先生から離れない。飢え死にしても構わない。これからの日本画を俺たちに任せてくれ。春草たちを無駄死にさせたくないんだ。アジアの祈り、永遠の命よ、限りない